はい、29日。はい。はい、ひなしゃに引き続き、卵取りまで、取ります。いきましょう。はい。よ、どっちからどうやっていこうかな。あ、じゃあ4番。はい。帰りを取るのは久しぶりかもしれない。うんうん。朝を取っても帰りはあまり取らなくなった。確か夕方のこの卵取りは、まあ、朝と同じっちゃ同じなんですけどね。ですけど、そうね、朝、ひな、ゆうって取ると、うん、毎日3本も投稿することになる。ね。恐ろしい。土地狂ってる。狂ったように今投稿してますからね。びっくりしたよね、あの YouTube のレポートを見てて。いや、先月の 1.8 倍。はいはい。恐ろしい。すごいね。さて、卵があるかしら。きっとある。というか、あった。ああ。じゃあ、こっちから行く？ちゃんと鈴葉が並んでる。あ、本当だ。仲良しだね。はい、カンカンやらない。ごめんなさい。あったー。よいしょ。ありました。はい。さて、私には見えておりません。あ、そこ。そう、そこ。ちょっとちっちゃめかな。そんなことないか。らっきょうみたい。らっきょう。らっきょう。あ、らっきょうですね。どうも。よいしょ。ぐぐぐっと。長い。はい。はい。ありがとう。月中。卵月中。32番。はい。はい。ありがとう。うん。やや小さめ。1300前半ぐらいかしら。はい。はい。最近すごいでかい卵は生まれないね。そうだね。どういうあれな、どういう仕組みなんだろう。鳥の個性だったんかな。はい、ありません。よいしょ。苦行だ。どうもどうも。ひな、ひなたち。しゃがんでいるのは怪しいぞ。はい。なんか雑草が生えてくるパドックと生えてこないパドックの差は何なんだろうね。確かに。全然この薄い下草から生えないところもあるのに、あっちはあんなに茂ってしまう。不思議だ。あ、ダチョウが食べてる。だといいな。今食べてた。ちゃんと下草を人にするやつと、うん、あ、こっちはほっとかれてるの。あら、お腹が空きすぎて下草までちゃんと食べるやつと、うん、そうじゃないやつ、ね、あ、オスが卵コロコロしてる。何？あ、やめちゃった。よいしょ。はい、42。はい、こんにちは。あ、やめちゃった。人間が怖いよな。ドヒャーだもん、ないとかな。はい、
あそこに卵がございます。ここのオスは意外と臆病なので、人間が近づいてきたらドヒャーっと逃げます。よいしょ。みんなこういう動画を見てね、うん、ほっこりしてくれてるらしいよ。ほっこり、まあそう、なんかコメントで現在療養中ですが、はいはい、毎日ほっこりさせていただいております。そうなんですか。元気になったら伺いますって。あ、ぜひね、元気になって遊びに来てほしい ね。こっちの牧場の方には入れないんですけど、その頃にはきっと見晴らし台もできてるんじゃないですかね。ガチャノスケたちが全力で歓迎しますよ。サービス、そう歓迎サービスします。ほっ、いいよ、はい、ナイスキャッチ。いや、助かります。島さんのこの網ね、長い、伸び縮みするのがいいよね。最近使い方が慣れたよ俺。あ、そう、私もいいよ。こう伸ばしつつ、うんうん、伸ばしたところでこう自分でくるくるやると固定できちゃうからね。よよ、はい、42番、はい、はい、かいいよ、はい、えい、お下げ、うん、ねえ、君たち撮るといつも逆光なんだ、辛いね、顔が、ごめんね。サムネイルにするときだけ明るくしてあげるから許して。え、よし、はい、今2個、はい、もう1個ぐらいあるかな。なんか昨日からちょっとまた少なくなっちゃったんですよね。何があったんだ。ねえ、お休みに入っちゃったかも。ないですね。ちゃんと頑張って。あれから、あー、なんだろう、幕に見えなくもない。あー、空っぽいね。なんかめっちゃ小さい卵産んだのもここで。そうですね、毎回ここだよね。膜だ、殻なし卵を産んで食べたか、卵が蒸発したかだね。膜だけ残っています。食べたのかい、食べたのか。まあね、栄養をまた蓄えていい卵を産んでくれ。自分でブリって言って食べる。うん、卵栄養満点だからね、みんな大好きだもんな。うん、そう、卵が割れた瞬間のガッツキがやばいから。ああ、めっちゃもう餌なんてどうでもいい感じで一心不乱に食べてるじゃん。うん、そうね、最初に見た時は結構衝撃でした。食べちゃうのみたいな。重食い、重食いとはまあいかないのかな、ギリ。でも不思議だよね、湿った餌はあまり好まないのに。もうそんなことはないよ。おでんとか食べてくれなかった。あ、確かに、あのドゥルドゥルは大丈夫なんだね。不思議だ、何なんだろうな。味味とかあるんかな。味、それか本能でこれは栄養があるぞって分かったのか。本能だと思う。卵を食べる本能があるのか。どうなんだろうね。全く分からない。他の鳥もよく分からないけど。他も食べるの。でも卵食べちゃうことあるよね、野鳥。なるほど、はい、ということで4月の29、毎回日にちでちょっと悩む、直そう。はいはい、はい、帰りのひなでした。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。